ハルカトラス、皆さん日本語を見ていますか？面白いですよね。そこで今回はサトシのリザードンはやはり今後メインパーティーに使われるんじゃないかというゲームについて話していきたいと思います。では関係ないけど、アリポカ考察見るのひよってやついる？ポケモンのゲーム、アニメ、続き気になるのに考察しないやついる？いねえよな、考察すんぞ。そう、僕東京リベンジャーズにハマってます。というわけで、ことの最後まで聞いててください。いろいろ考えると、やはりサトシのリザードンは今後メインパーティーで使われる。今のアリポケでサトシの手持ちポケモンはこのようになっているんですが、今後サトシのメインパーティーに手持ち入れ替え制でリザードンはやはり入れてくるんじゃないかなと思いました。そう思う理由は、大木の研究所にリザードンがいたからです。サトシのリザードンはこの前動画で話したように、これまで強くなるために譲渡地方のリザードンの聖地であるリザビックバレーというところに預けていました。で、ベストウィッシュ編でサトシのパーティーに復帰し、最後は大木の研究所に預けられていたんですが、サーンドムーンでサトシとスクール生が大木の研究所に訪れた時には姿を見かけませんでした。そして今このように研究所にいることになってるんですけど、サーンドムーンの時にサトシのリザードンを出さなかったのは、リザビックバレーに戻った戻ってないは別として、覇気のリザードンとキャラが被ってしまうためじゃないかと思いました。前にサトシのガオガエンの動画で、クグイ博士のガオガエンとサトシのガオガエンがキャラ被りするから同時に出さなかったんじゃないかという動画を出したんですけど、サーンドムーンで大木の研究所に行った時にリザードンを出さなかったのも同じ理由なんじゃないかなと思います。またベストウィッシュとサーンドムーンの間のシリーズである XY でもサトシのリザードンは登場していませんよね。これも先ほどと同じ理由で、アランというライバルのリザードンがいるのにサトシのリザードンを出すとなるとキャラが被ってしまうから出さなかったという理由じゃないかなと思いました。でも今回サトシのリザードン出てきましたよね。今のアリポケにも主要人物にリザードン使いはいます。なんでです、キャラ被りするポケモンを出さないという理由があるなら、今のアニポケでダンデのリザードンがいるので、なぜサトシのリザードンを出したのでしょうか。視聴者はサーンドムーンの時に研究所にいなかったからリザビックバレーに戻ったんだなと思っているので、今回のアニポケでも言っちゃえばリザードンは出さなくてもいいはずで、でもそこにわざわざリザードンを出したってことは、今後サトシがリザードンを使用するっていう伏線なんじゃないかと僕は思いました。いきなりリザードンを登場させるのではなく、あの大木の研究所に出したのは、昔のアニポケを見てない方にもサトシが昔ゲットしていたんだよってことを分かりやすくするためなのかなと思います。まあ今後サトシは豪華猿を手持ちに入れてくると思うので、炎タイプは豪華猿がいるからリザードンは入れないのではないかという意見もあると思うんですけど、いやそこは大人の事情ですよ。リザードンってやっぱり世界中で人気のポケモンですし、ダンデのリザードンはあまり登場していないので、サトシのリザードンを手持ちに復帰させることでより盛り上がりそうなので、そんな展開は十分にあるし期待しちゃいますよね。とまあこんな感じで、サトシのリザードンはやはり今後メインパーティーで使われるんじゃないかという件についてでした。ちょっとでも動画がちょっとタッチャンに続く、そして高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、ゴッティー。